はい、こんにちは。札幌占い美容師さいましの後藤です。今回は今僕がね気になっているカラー剤を、検証してみたんですけど、まあ、今回のその僕が言う内容は僕のあの独断と偏見で、言わせていただきますので、何がいいとか何が悪いとかそういう問題ではございません。で、この検証したものなんですけど、ここまでは4回アイロンでスルーしてます、220度で。で、ここは6、プラス3回で色抜け、ちょっとアイロンの色抜けをちょっと見てみたかったので、ここから先はこれ全部ですね、ここから下はもうちょっとアイロン入れて、色抜けを同じ条件でやっております。で、ベースは18トーン。最近ね、向田さんのピカラのカラーとか僕結構ちょっと好みで使ってるんですけれども、こういう袋に入ってるんですよね。で、グラム数的には50だったき、あ、40か。40なんで、で、どういう風に使うかっていうと、こういう風に、ハサミで切って使うんで、ちょっと使いづらいんですけど、スピードが速いです。トーンがないですね。絵の具みたいな使う感じ。なんで、僕は結構自分で調合して、作るのが好きなんで、もともとあるカラーを使うっていうよりは絵の具感覚でこう使っていくのが好きなので、こういうこうプロ向けのカラーが結構好きです。はい。で、色も結構綺麗ですね。このスローカラーの、まあ結構使うのがスモークです。はい、スローカラーのスモークで、で、新色がスローカラーの新色、これ2色、まあサンプルなんですけど、スモークストーンってやつと、ディープアクアっていうカラー、新しいやつですね。これをちょっと検証してみました。あとは僕結構使うんで、ルベルさんのカラーって意外と好きで結構使ってるんですけど、なんでいいかっていうと、ミューっていうタイプがあって、で、ミューって何かっていうと、ちょっと B アルカリのアルカリが弱いタイプなんで、アルカリ必要ない時とか結構あると思うんですよ、最近だったら。なんでアルカリが必要ないかっていうと、B アルカリなんですけど、根元の方にカラー塗った時に変にリフトしちゃうじゃないですか。で、結構ハイトーンの場合って変にリフトしちゃうと、そこが明るくなってオレンジっぽくなっちゃうことって結構あると思うんですけど、アルカリが低いんでそういうリフトする力はないんですけど、色を入れるだけっていう感じですね。なんで結構ハイトーン向きです。で、ダメージも軽減できるんで、MA って書いてあるんですね。これモーブってやつ、モーブ MA、 モーブの6、まあ6トーンなんですけど、モーブの6と、ダッシュベージュの6、ミューってやつですね、これ。はい。あとは京極の色味カラーですね。京極色味カラーの、まあ、とりあえず今ちょっと1個しかやってないですけど、プラチナシルバー、こちらですね。まあとりあえずこれだけ検証してみました。どうしてもブリーチして根元の男ってオレンジ出ますよね。で、ブリーチメッシュ入れるときにバレイヤージュとか根元の方黒で新生もあって、で、途中からブリーチ入れるんですけど、その境目ってどうしてもオレンジっぽくなっちゃうんですよね。で、そこってまあ皆さん5トーンとか暗いやつで潰したりとか、まあいろいろされてると思うんですけど、結構そういう時に使えるのがこのスモークとか結構使えると思います。暗めに入って結構暗いと思うんです。まあちょっとこれ見づらいと思うんで、結構暗く入ってしっかり赤みを消してくれてるんで、スモーク結構鉄板です。あとは京極さんのプラチナシルバーとか根元のオレンジっぽいところ消してくれたりとかできるかなっていうぐらいのしっかりした色の入りですね。これ見た感じ、根元潰す時には結構6トーンとかも使う時あって、この6番をちょっとやってるんですけど、で、この京極さんの、プラチナシルバーなんですけど、このスモークと比べると、根元潰す時ですね、スモークよりはちょっとパープルっぽい感じ、スモークよりはちょっとパープルっぽさが出ます。なんでちょっとパープルっぽさが出た方がちょっと柔らかくなったりとかするので、スモークはちょっと硬いイメージというか、赤みはもうほんと消してる感じですね。なので本当に赤み消したい人とかはスモークいいと思います。結構鉄板で使えるんで。
結構だから暗くなるんで、結構中間から毛先とかつけると結構トーン下がっちゃったりしますね。で結構ダブルカラーの時って結構時間が感じなんで、結構早く染まんないと結構お客さん待つ時間も長くなったりとかして、結果すごい時間かかっちゃうんで、僕は結構せっかちなんでスピードが重視なんですけど、早く入るのがやっぱりこのピカラさんのカラーとかスピードが速いんで結構好きです。で特にお気に入りがロイヤルブルージュ、ロイヤルブルージュっていう色がちょっとあるんですけど、これねかなりいい発色するんですよね。綺麗、色がめちゃくちゃ綺麗、おすすめです。はい、でこれピカラのスモーキーっていうのは、ハイトーンであれば結構いいと思います。でこれモーブは例えば抜けきれなかった時間が、僕も営業中枠が2時間とか3時間枠でカットブリーチカラーとかってやるんですけど、どうしてもやっぱ2時間ちょっとぐらいだと時間が足りない時とかなんですよね。どうしてもやってくれっていう場合は急いでやるんですけど、ブリーチの色が上がんない時とか、そういう時は逃げます。そういう場合にアッシュとかに寄せちゃうと、メタリックとか寄せちゃうと結構変な色になったりとかして緑っぽくなったりとかすると失敗しちゃうんで、そういう時はもうね、こういうモーブとかピンク系に逃げますね。外さないんで、あまりトーン上がらない時はそっちで逃げちゃいます。失敗するより失敗しない方がいいので、時間ない時は結構逃げれる時にこのモーブ結構使えます。はい、変なメタリックとかやって失敗するよりはいいんで。あとね、結構このアッシュベージュも若干バイオレットが強いですね、これは。で京極さんのプラチナシルバーと比べても結構このアッシュベージュバイオレットが強いんで、結構そのアッシュの独特ななんかこう尖った感じは出づらいですね。はい、なんで結構このアッシュベージュも使いやすいです。新作のスモークストーンとディープアクア、このディープアクアもなかなかね結構いい色が出てますね。ただこれハイトーンで使うとちょっと強い場合もあるかもしれないですね。ちょっとグレーとか青みがちょっとあって、青みが強いのでその青みが少し強く出ちゃうこともあるかもしれないですけど、すごく綺麗な色です。そういう感じで見ていくと、スモークストーンはね、なんかスモークを薄めた感じですかね。なんかメタリックに近いかもしれない。スローカラーの MT にちょっと近い感じかなと思います。なんで、ちょっとこのスモークを薄めた感じに近いのかなっていう感じがします。このスモークストーンは。なんで、多分この新ラインナップの方は結構よりハイトーンの毛圧に対して制作しているのかなっていう感じがしますね。こういう話はあんま良くないかもしれないんですけど、製造販売元が結構一緒だったりとかするんですけど、なんていうのこれ、再資生株式会社って埼玉にある再資生株式会社かなっていう、多分言い方多分合ってると思うんですけど、そこがまあ結構その化粧品の OEM とかやってる会社なんですけど、そこで結構作ってるんですね。で、製造販売元で内容成分見ていくとやっぱ結構似てって、多少ちょっと違いはあるんですけど、この再資生株式会社で作ってるカラー剤じゃどれかっていうと、このピカラとスローカラーと京極さんのカラー、これ全部同じところで作ってます、製造販売元で。特徴は結構似てるのが、サルファイトっていうか硫酸ナトリウムと、あと、確かエルシステインとか、サルファイトとエルシステインとかが配合されてる感じですかね。はい、まあ、内容の成分的には京極さんのやつだけワセリンが入ってるのが、まあ、ちょっと他と違うのかなっていう、京極さんのワセリンが入ってます。はい、なんでまあちょっとつるっという感じ、染めた感じのつるっと感は結構出ますね。はい、そこがまあ他と違うのかなっていう感じです。で、このルベルさんのマテリアのミューなんですけど、これが結構ですね、成分的に見るとですよ、はい、非常に優秀で、この色味とまた別なんですけど、僕が好きな理由としてはこの内容成分がまたこれね最高にいいんですよ。他のメーカーさんよりも
結構保湿成分が前面に来てて、まあ、栄養分とかですね、まあ、海藻エキスとか、まあ、コラーゲン系ですね、活性分解コラーゲンとか水溶性コラーゲンとかですね、あとまあシアバターとかオリーブオイルとか、まあ、結構そういうのが入ってるのがこのマテリアのミュウなんで、質感がいいのと傷まないですね、あんまりダメージが少ないで、ダメージの観点からすると結構このカラーすごくいいです。はい、色もね、マテリアミュウは実は結構使えて、僕は好きなんですけど、よく使うグレージュもいいし、アッシュベージュももちろんいいですし、あとピンクベージュめちゃくちゃいいです。まあ、ちょっとここにないんですけど、まあ、今回ちょっと赤み消す系でやってるんで、ピンクベージュのミュウとかもめちゃめちゃいいです。他のメーカーさんより少しピンク系がちょっと強、ピンク系がちょっと入ってる感じがします。ピンク系にちょっと力入れてるのかなっていう感じが、まあ、勝手な想像ですけどしました。マテリアさんですね。なんで結構柔らかい質感に、仕上がる感じですかね。だから結構エッジが効いた感じではないんですけど、柔らかく仕上がります。ピカラーなぜ僕使うかっていうと、皆さん結構バレイヤージュとかした時にどうやるか分かんないですけど、バレイヤージュやりながらオンカラーする時、結構固形だと塗りづらくないですか。硬かったらホイールを避けて浸透しないんで、結構しっかり塗らないと、その間にホイールがずれてきて、ホイールのブリーチが、根元の余計なところについて、そこが後で発色しちゃって、パーンって根元が水玉みたく上がっちゃったりとかしてて、やべえっていうことって皆さんあると思うんですよ。実際にそういうのがあるんですけど、これピカラって正直この袋で使うとちょっとね、チューブじゃないから蓋閉めたりできないんで、結構使いづらいんですけど、まあ、グラム数も少ないんでね。ですけど塗りやすいんですよ、めちゃくちゃ。でこれ他のやつってこの毛束塗るのにだいたい1液を 7g ぐらい使ってるんですよ。 7g で2液 7g でやってるんですよ、だいたいやったんですよ。でピカラの場合は 2g でやってるんですよ。2、それぐらい、3倍ぐらい、3分の1ぐらいの量でいけるんですよね。で例えばピカラさんのカラーの場合って3分の1量でいけるんで、塗りやすいし、ちょっと液状なんでちょっと垂れちゃうとあれなんですけど、本当にそれこそアプリケーターで塗れるような感じなんですよね。なのでとにかくオンカラーの時とか早いし、ハケとか使わないでアプリケーターでバーって塗ったりもできる感じなんですよね、液状なんで。なのでこうシャカシャカシャカって振って、まあ、ホームカラーみたいな感じですけど、そういう感じでも使えたりとか、まあ余すって使わないんですけど僕は。なんで、まあ、スピードも速いし、ちょっとこのねチューブじゃないっていうのがちょっとあれなんですけど、ただ、まあ、量が少なくていいんでめちゃくちゃ伸びます。ちょっと泡よく混ぜると泡が立ってきて、結構しっかり、緩いんですけど乗るというか、で粘度が柔らかいんで浸透率も高いっていう勝手な解釈なんですけど、そういうのも早いです。でムラになりづらいんで、柔らかいんで結構いいですね。なんでちょっとホイールを避けながら塗るときとかはピカラさん結構おすすめです。こう根元潰すときも暗い目の色とか使えばもうパパって消せるんで、ブラックっていう暗い色もありますし、ディープシリーズもあるんで結構それも使えますね、暗いやつとかピカラさんのっていう感じですね。うん、いやスローさんも本当ね、まあ、このちょっとまだサンプルがこれしかないんで、これとあともう一個かな、ちょっと今の段階だとないんでちょっとあれですけど、うん、やっぱり、綺麗な発色してるなっていう感じはあります、はい。ただまあ結構スローをうまく使っていけば混ぜたりとかして、まあ、この辺は対応できるのかなっていう感じはしちゃいますけどね、はい。まあ、作れるのかなっていう感じはします、はい。
ということで、ちなみに僕が一番この中で好きな色どれかっていうと、ピカラのロイヤルブルージュです。質感で言うとマテリアさんのミューが質感はいいです。困った時はスモークとかあとね、このスローカラーはグレーカラーも白髪染めも結構良くて赤みが少ないんですよね。はい、なんで僕は結構ね白髪染めはスローカラー使います。赤み少なくて結構いいんで、なんか他のカラー剤使ったら結構赤くなっちゃったりとかして微妙なんで、僕はスローの白髪染めでやる感じですかね、どっちかっていうと。はい、で京極さんのカラーもね面白いと思うんで、こちらもワセリンの質感が結構こうツルッと出てて、洗い上がりが結構良かったりとかします。ただ京極さんのカラーは結構ハイトーンで、使わないと前、結構ハイトーンで使った方が良さは分かるかなと思います。結構ブリーチ3回4回とか抜いてるところに使うとよりいいかなと思います。これ単体にね、カラー単体っていうよりはあと塩基性混ぜたりとかもしますし、やんないのは塩基性単体でバーンって乗っけたりは絶対しないです。事故るんで、はしないですけど、うまくこの塩基性も使っていくことによって、僕はまた面白いカラーの提案ができるんじゃないかなっていうことで、まあアルカリカラーと塩基性の融合っていうのもやってます。はい、結構トナーの時に結構塩基性でバーンっていっちゃう美容師さんとかもいるんですけど、絶対やめた方がいいんで、その時にもね、例えばアルカリカラーに塩基性混ぜたものとかだと結構トナーで使いたいとかするんで、結構幅が広まるかなと。これからはでもそういう使い方もいいかなと思いますけどね、塩基性混ぜたカラーを主としてやるっていう感じが僕はいいんじゃないかなって、艶出しとしても使えるんで。ただ塩基性のカラーの色味があまりビビッドなものを混ぜてしまうと結構ガッツリいっちゃうんで、気をつけないと結構危険です。なんでちょっと弱めな色味とかで使っていくといいですね。あ、そうそう、アイロンの色抜きテストした時に結構良かったのが、そこそこ色も抜けずに、抜けた感の色が変にこう黄色っぽくもなりすぎずいいかなっていう色抜けの部分です。アイロンの色抜けだけを考えると、アッシュベージュのロックミューマテリアさん、これ結構優秀だったんですね。結構いい色にアイロンの入れた後も結構綺麗に残ってくれてるんで、まあ6トーンっていうトーンがあるんで、まあそういうのもあると思うんですけど、結構使えそうな感じです。色がちゃんと残ってくれていい感じです。はい、なんでこれがちょっとそのアッシュベージュの中に結構その薄いバイオレットみたいなのが入ってるから、それがちょっと残ってくれていいのかなって感じがしますね。はい、なんでベースにそういう色が入ってるからちょっと黄色っぽくなりづらいっていう感じですね。結構明るめのハイトーンカラーの染料だとやっぱ薄いんで、結構アイロンでパーって抜けちゃったりするんで、はい、まあ、この辺はスモークストーンは結構抜けちゃいましたね、色が。あくまでもこれは僕の解釈の内容になります。はい、ということで、まあ、そういうね、何がどういう成分を使ってるのかっていうのをね、あまり見る方はいらっしゃらないと思うんで、たまにこうパッケージ、僕結構その薬品っていうか薬剤好きなんで、結構成分見ちゃうんですけど、どういうの使ってるのかなとか、どういう配合で入ってるのかなとか、どういう還元剤を使っているのかなとか結構見ちゃう方なんですけど、まあ、そういうの見ていくとまた幅が広まって、より他社のカラーの色の色じゃない、他社のカラーのこう方向性の違いだったりとか、そういうのが見えたりとかして面白いのかなっていう感じがします。同じ工場で作ってても成分が違うので、ちょっと配合の順番とかそういうのが違うんで、まあ、多少似てたりはするんですよ、やっぱ同じ工場だとねっていうところもあるんで、っていうことですね。はい、ということで、今日はカラーのお話をさせていただきました。またいろいろね、動画ではいろいろこれからも検証とか、まあ、今ねすごい面白い武器が実はあって、ちょっとまだ公開できないんですけど、ちょっと革命的なことができそうな感じなんで、それはどういうタイミングで発表できるかちょっと分かりませんが、ちょっと面白いこと今やって研究してます。はい、
ということで、今日もご視聴ありがとうございました。